蝶目。蝶目、蝶目,目、学名、レッポダプターは、昆虫類の分類群の一つ。臨死目、またはガ目ともいう。いわゆる蝶やガがここに分類されるが、ガの種類数は、蝶の二重から三十倍で、ガの方が圧倒的に種類数が多い。また輪粉を持つ羽のある芽なため、蝶とガはここでは、区別されてはいない。成虫の代表が、 輪粉焼けで覆われることから、輪脂目の名があるものの透かし場などのように輪粉ンンがない、分類群もあり、これらは二次的なものと考えられる。羽は体に比して大きく広がり、普通は、甲虫類のように羽を折りたたむことができない。止まる時は背中に立てて、重ねるか、テント状に伏せて重ねる。蛾の中には、卵の生産に費やすエネルギーと羽の形成と、気象に費やすエネルギーが、 トレードオフされた結果、メスの羽が退化した種、ミノガなどもある。小学の一部である外要は2本の細長い突起に変化し、合わさってストロー様の器官を形成する。このストロー様の器官を興奮と呼び、粘土の低い液体、水分などを吸って接触する。花の蜜や樹液などを摂取するものが多い。ガの中には、数は少ないが、果実の可否を突き刺して、 果汁を吸うものや、哺乳類の血液を吸うものもいる。ただし、原生種の中でも小羽が軽いは咀嚼機能を、有する大顎が残り、花粉などを噛み砕いて接触する、原始的な形質を残す。また、複数のトガにおいて、成虫の後期が退化し、幼虫時代に蓄えた栄養分味で活動、繁殖する例が知られている。触覚の形状は、分類群によって様々だが、 一般に、蝶と呼ばれているものは、鎌状、セセリ蝶状化や、梱包状のもの、アゲハ蝶状化が多く、ガと呼ばれているものは、糸状、両駆使派状、巨子状など様々な形状のものがある。両駆使派状や、巨子状の触角はオスに見られ、メスの発するフェロモンを感知する、受容器が存在する、触角表面の面積がサイになるよう進化した結果である。成長段階は、 卵幼虫さなぎ成虫という完全変態を行う。幼虫は円筒型で柔らかい体を持ち、胸部のわ足は短く、腹部にはイボ足を持つ。体中に毛がないものをイモ虫、長い毛があるものを毛虫と呼ぶが、その他、シャクトリムシ、ミノムシなど、分類群によって様々な特徴があり、それに応じた呼び名がある。また、口の側に糸を出す器官を持つ。 これによって、眉を作るものが多い。その他に糸を使って幼虫が巣を作るもの、サナギを固定するものなどがある。植物食のものが多いが、様々な食性を持つものがある。例えば、主にヒグらしなどセミの仲間に寄生するセミヤドリが、コナラやクヌギに先行し樹液に集まる虫を捕食する。牧刀が、普段は植物食だが、機械的に芋虫などを捕食する。大タバコが、 蜜蜂の巣を染色する、蜂の巣つずりが、チョコレートなども含む乾燥蜂実類を食う、のしめまだらめが、乾燥羽毛、重毛を食う岩などがいる。変わった植生のものとしては陸外を染色する、ハイパスマッコママラスキベラが知られている。蝶目、臨蜂目は、甲虫目、小子目、蜂目、クシ目に次いで種類数が多く、液中と害虫の両面で人間と深く関わっている。 幼虫は、多くが草食で、農作物を食害する、農業害虫が多く含まれるため、様々な農薬が開発され、作物の防除に使われている。また、胃が、ヒロズコガカの幼虫は衣服を食害する害虫である。さらに毛虫の中には、毒牙やイラガなど毒神網を持つものもあり、これらは二重に嫌われる。成虫は、吸密性で食性により、 経済に害をなすものは少ない。吸蜜活動は、脚部や興奮が長く、体が花の湯水、ずい、おしべやしずい、しずい、めしべに触れないで行うことが多いこと、体表が臨粉に覆われ、花粉を付着させにくいこと、また花鉢のように花粉を餌として利用する種類が稀なことなどにより、花にとって結果的に糖蜜となることが少なくない。しかし数多い出植物が受粉。 そうこなを、蝶やがに依存する方向に進化している。また、ヤガ科の一部には、発達した興奮を果実に刺して汁を吸う、アケビコの葉や、ムクゲコの葉などがおり、これらは、果樹園の果実に被害を与える。九州ヤガとも呼ばれ、日本では十数種が知られる。カイコなどの幼虫が吐き出す糸は様々に利用され、カイコのさなぎや、 コウモリガの幼虫は地域によって食用にも利用される。詳しくは昆虫食を参照。漢方の木薬や薬膳料理の素材として使われる、トウチュナ虫ク草は、シノウキンシ,ネンシスト死年死頭カソ草がコウモリガの幼虫に寄生したものである。利害の有無にかかわらず、ガは見た目が不快とされ、嫌われることが多い。一方、腸は、鮮やかな外見のものが多く、数少ない。 好まれる昆虫である。昆虫採集の対象としても最上位に位置し、昆虫類の中でも最も研究が進んでいる。蝶と芽は同じ蝶目に属している。その境界は曖昧で、形態で分類するには例外が多すぎて、明確に区別することは難しい。その理由として、蝶面に存在する多数の系統的分子の内わずか3乗化を要する一分子をもって、 蝶とし、その他体制をもって、がとするに大別法に、系統分類学的根拠が乏しいことが挙がられる。すなわち、蝶の属する分子を特徴づける形質を列挙することはできるが、がを特徴づける形質を想定すること自体困難なのである。例えば、蝶の大半は中高性であるが、がには中高性のものと夜高性のものの両方が含まれる。また、蝶は、 休息時に羽を垂直に立てるか水平に開いて、止まるかのいずれかである。がには垂直に立てるもの、水平に開くもの、屋根型に畳むものなど様々な休息形態をとるものが存在する。要するに、蝶の特徴をある程度定義することはできるが、がの特徴は蝶の系統を定義する特徴を用いて消去法で表現することしかできない。系統分類学的に言えば、 蝶は、蛾の一部なのである。見た目が、蝶であるのに、蛾の属す、トガヤ属に属しているというアゲハモドキのような例もある。日本語では、蝶と蛾を、はっきり区別しているが、ドイツ語圏、フランス語圏、ロシア語圏など、この二者を区別しない言語、文化もある。鈴木隆を、日本語と、外国語、岩波新書、PP49 から54。元来、 漢語の、蝶とは、この葉のようにひらひら舞う虫を意味し、ガとは、蚕の成虫及びそれに類似した虫を意味する言葉であった。そのため、この漢語概念を取り入れた日本語において、そもそも、蝶と、がは、対立概念ではなかったのである。当然、今日、蝶と呼ぶ昆虫を、がと認識することもあったし、逆もまとまである。さらに、ガという語が、 産業昆虫として重要であり、しばしば民族的に新生死されるカイコの成虫が、イメージの根底にあることからわかるように、今日のように深い昆虫というイメージもなかった。漢字文化圏で美人の眉のことを、カイコがの触覚のような眉を示す、ガビナル語で示すことにそうした文化的背景がよく、表されている。むしろ、日本における強的な、蝶と、蚊の線引きの起源を辿ってみると、 英語におけるバタフライとマスの線引きと一致し、英語圏からの近代博物学の導入に伴って、英語の文化分類様式が科学的分類法と混在して日本語に持ち込まれたことが推測される。英語と同じゲルマン語派のドイツ語における長目の文化的分類様式を英語と比較してみると、日本語で蝶と訳される。シュメターリングは丁めの大型軍、すなわち蝶及び 大ルイを合わせた概念であり、英語のマスに対応する、もっては長目の小型群、すなわち、小河類を指す概念で、英語及び近現代日本語における線引きと明瞭に異なっている。よく日本の中学生用の国語の教科書に掲載されているヘルマンヘッセの短編小説、少年の日の思い出で、 主人公が友人の天使板から盗み出す山眉が原文がシュメターリングであるために蝶と訳されていることに違和感を覚えた読者も多いであろうが、それはこうした事情に立脚する。ちなみに、マスやモッテはもとは毛織物や毛皮を食害する生姜類であるイガの仲間を指す語であったらしい。今でもドイツ語のモッテの競技の意味はイガ類を指している。このため、 中世以来家織物が重要な医療であった西ヨーロッパでは、マスもって系統の単語には外中としての不快感が付きまとっており、このことが明治以降の学校教育における博物学の授業を応じて、蝶は干渉に耐える美しい昆虫がは外中が多い不快な昆虫というイメージが日本に導入され定着したことが根底にある可能性がある。日本語では、ハエ、ハチ、 バッタ、トンボ、セミなど、多くの虫の名称が、ヤマト言葉、すなわち、固有語である。しかし、この蝶とがーに関しては漢語である。蝶、がもかつては、カワヒラコ、ヒヒル、ヒムシなどと、ヤマト言葉で呼ばれていた。その際、蝶とがは、名称の上でも、概念の上でも区別されていなかった。しかし、上記のごとく英語圏からの博物学の導入に、伴って、蝶と、 がの区別を明確に取り入れたため、両者を区別しない、川平子などの山和言葉は、むしろ不都合であった。そこで漢語の長、がに、その意味を当てたわけだが、それも上記の通り、本来の辞儀とは異なっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。